はい、皆さんこんにちは。はい、ヤマトです。はい、本日はですね、はい、メンタルコントロールシリーズのルーティンを紹介していきたいと思います。毎日どんなルーティンをやっていますか？良いスイッチの切り替え、本当にできてますかね？正直ですね、僕はみんなのルーティンがもったいないと思います。今日はパフォーマンス向上のためのルーティンを紹介していきたいと思います。このルーティンはですね、スポーツする方はもちろんです、そしてビジネスで成功したい方、もしくはですね、勉強でもっと生産性を上げていきたい方の動画になっております。今日の動画はですね、まず最初はルーティンの目的、そもそも何なのかっていうのをまずお話ししていきます。そして2つ目、そのルーティンの作り方、この2つを今日はお話ししていきたいと思いますので、ぜひ皆さんお楽しみに。そもそもルーティンの目的なんですけども、スイッチの切り替え、ルーティン皆さん聞いたことあると思います。まあモーティングルーティンだとか、ナイトルーティンだとか、まあいろんなことを、まあ、YouTube の方もされたりして、一連の動作を紹介している動画って多いと思うんですよね。ただそもそもルーティンって何なのかっていうのは、すごいふんわりざっくりした話で、ルーティン、まあ結局同じことすればいいんでしょうっていう風になってしまってるんですよね。でそれがすごいもったいないっていうことなんで、そもそもルーティンは何なのかっていうとこをまず掘り下げていきたいです。そもそもなぜルーティンをやるかなんですけども、ルーティンをする、最大の目的は集中力をまずアップさせること、そして気持ちを切り替えること、この2つに限ります。僕がドジャースにいた時の話なんですけども、コーチがよく言われたのが、野球選手、ドジャースの野球選手と一般の自分っていうのをしっかり分けていこうっていう話をよくするんですよね。じゃあどういう風に分けるかって言った時に、ロッカールームに入って、じゃあユニフォーム飾ってあるんですけど、そのユニフォームを着てボタンを通した瞬間はお前はドジャースの選手ですと、それを脱いだ瞬間は選手じゃありませんっていう、そういう切り替えをしっかりしようっていうことで、しっかりボタンを閉めることが一個のターニングポイントっていうのをお話ししました。方や自分の場合どうするかって言いましたら、自分の場合、よくあるのは帽子を後ろかぶりするんですよね。そうすることによって、僕はこの YouTube を撮ったり仕事をしたりする自分に切り替えるとき、その時にこの帽子を後ろ向きにかぶるっていう状態が僕の中で一個のスイッチにしております。では次ですね、パフォーマンス向上のルーティンの作り方を説明していきたいと思います。1つ目ですね、一番重要になってきます、ルーティンを作る目的を明確にしていきましょう。その目的なんですけど、1つそれぞれです。まあスポーツ選手だった場合になると、試合で結果を残すだとか、もしくはビジネスの場合だったら今日のプレゼンを成功したいだとか、もしくは勉強の時にこの2時間3時間集中したいとか、さまざまな目的があると思うんですけども、その目的に合わせたルーティンっていうのをまず決めていきましょう。2つ目ですね、スイッチとなる動作を決めることです。先ほどドジャースの話は僕の話もしたと思うんですけども、ドジャースの選手の場合は試合ユニフォームでボタンを閉める動作、僕の場合だったら帽子を後ろ向きにかぶる動作、で1個のポイントを決めるわけですよね。人によってはもしかしたら右足から靴紐を結ぶだとか、さまざまな動作があると思うんですけども、一連の動作っていうのをまず1個考えてほしいです。この時のスイッチをつく動作のポイントなんですけども、イメトレの動画を話しましたよね。その時にどういう風になりたいかっていうのは、連想できるようなスイッチの作り方っていうのが一番必要になってきます。自分がなりたい、姿、連想できるスイッチをぜひ皆さん探してみてください。3つ目、繰り返すトライアンドエラーをすることです。前の段階では意識的にスイッチを作っていきましょうという段階でした。これを徐々に徐々に、無意識にそのスイッチが切り替わる動作になっていくっていうのは必要になってくるんですよね。なので、繰り返すことによって意識的なとこから徐々に無意識なところに落としていきましょうということなので、繰り返すことが非常に重要になってきます。でそこで、繰り返していくと絶対に、これが良かった、これが悪かったなっていうのが出てくるんですよね。その中で、あ、これが間違った、スイッチがあまり切り替わってなかったなと思ったら、それエラーの段階です。そのエラーなんですけども、まあ僕はこうやって帽子をかぶってます、切り替えました、だけどあんまり集中ができてない、気持ち入んない、まああると思います。 そしたらこのスイッチは違うんじゃないかなっていう風に違うスイッチを探してみてください。でもしそのスイッチが良かったら、もしくはですね、違ったスイッチを試して複数のスイッチでも全然いいわけですよね。帽子をかぶること、次に、シャツを締めること、靴紐を結ぶこと、こう連動の話とか、もしくはどんどん長くなってもいいです。そのようにして、自分のスイッチの入り方、ワクワクする気持ちが入る、モチベーション上がる、集中が上がる動作っていうのを探していくっていうのは非常に重要になっていきます。この3つがですね、ルーティンの作り方です。1つ注意点です。このルーティンなんですけども、集中が上がります。ただよく言われるゾーンみたいにめちゃくちゃ集中するっていうことではないっていうのを間違えないでください。あくまでルーティンっていうのはスイッチの切り替えです。なので思いっきりゾーンみたいにすげえ集中しちゃうっていう感じではないっていうことは間違いないよ。皆さんどうでしたかね、ルーティンのお話をしてきました。ルーティン、一番重要なことはスイッチの切り替えです。気持ちを切り替えることが一番重要になってくるので、それを使うのがルーティンです。で、我々日常生活していくと、まあ、16時間から18時間っていうのが起きてる時間帯です。で今の、現代社会でいくと、いろんな役割があるわけですよね。父親の自分だったり、もしくはスポーツ選手だったり、もしくは会社員の自分だったり、いろんな
あと友達の自分でいろんな顔があった中で16時間ずっとダラダラダラ過ごしてしまうとやっぱり集中ができない、変わらないってなんで、そのルーティンっていうのはその切り替えをする動作で必要になってくるってことです。なのでスポーツをしたい時はスポーツ用の切り替えをしっかりすることっていうのをまず覚えておいてください。で、このメンタルコントロールシリーズっていうのは全部で5大要素になっております。呼吸だったり、まあ、目標設定、まあ、さまざまとお話ししてきましたけれども、これ全て5個がセットすることによって初めて効果をなすものなんで、ルーティンだけにしまっても効果出ないです。もしくは目標設定だけ作ったのダメですし、イメトロだけしてもダメなので、この5個をしっかりカバーすることによって、メンタルがコントロールできるっていうものになっているので、ぜひ皆さんまたチェックしてみてください。皆さん、ルーティンの動画良かったなと思う方、ぜひぜひいいねボタンをください。もしくは、これ良かったらもうたくさんの人に SNS で拡散してもらって、知ってもらえたらと思います。ルーティンについてわからないことありましたら、ぜひコメント欄にコメントをください。そして皆さん、自由な体になってもらって、たくさんの挑戦してもらって、楽しい人生を過ごしていきましょう。では次回の動画お楽しみに。